皆さんこんにちは、海です。さんです。なです。なるです。今日はワンマンライブのフィッティングをしました。さなちゃんが衣装を担当してくれてですよね。でもめっちゃ可愛い。やった、1位だよ。うるさいですね。いや、この方マリオカートやってます。1位だよ、みんな。おめでとう。ありがとう。私はもう自分の天才さを改めて認識した一日となりましたね。素晴らしいですね、やっぱ。なんかそれぞれに似合うものをちゃんと選んでて本当に満足。もうなんか嬉しい。すっごい可愛かった、みんな。もうありえないぐらいすごい、いつもより露出狂って感じで。ねえ。いやでもレアかもな、あれは。めっちゃ出てた、うん、もう裸だもん。うん、ガチで裸では。何たちからしたら裸。まあ、せなちゃんからしたら普通なんだろうけど、まあ、みんな頭働いてないんじゃない。今日朝早かったから、ね、今日ね、ちょっとなんか眠たい。今一点見つめるくらいの感じになってくるよね。あとはもう詰めるって感じだよね。とにかく詰めていく。楽しみやな、ワンマン。まあ、ほぼ全曲やるし、うん、あれもあるし、まあ、踊ったりとかもね、うん、でもソロ曲とか結構パワーアップしてると思う。おー、そうだ、そうだ、うん、グッズ発表されてるよね。あ、ほんとだ、されてる。 T シャツとタオル、かわいい。 T シャツで書いたもんね。そう、 T シャツはなんかイベントの時になんか、私たち絵が下手なんですけど、絵が下手だけど3人でなんかそれぞれ絵を描いて T シャツにプリントしたいっていうのをずっと言ってたら、それを実現しまして、実現することができまして、それぞれのなんかそれぞれのキャラっぽいイメージをしたモチーフの絵を描きました。そうそう、うん、ひなちゃんならひよこみたいな感じで、でマミさんがなぜソフトクリームなのかを皆さん当日までぜひ考えてください。いや、もうすぐわかるでしょ。わかる人いないと思うよ。でも YouTube 見てれば絶対わかることない。だって前回の YouTube で。前回の YouTube すごいいじられ方してた。でも あれじゃん、なんか YouTube 見てる人にとってはもうすぐわかるじゃん。そうなんで、最初さ、お花だったよね。そう、お花かなって思った。考えたのはお花だった。お花のイメージだと真反対言ったよみたいな。まあ実際お花って感じじゃないしな、まあ、正直、うん、中身でお花っぽくない。中身はやっぱソフトクリームであってんじゃない。やった、見た目の話だよね。ソフトクリーム、やった、1位だった。全部おめでとうございます。ありがとう。150だと絶対1位になるじゃん。あともう50めっちゃ遅かった、うん、だよね、スピードが、うん、めっちゃ遅いもん50。ひなちゃんがさ、ゲームの話できるなんて、ね、これぐらいでマリオカートしかできない。やったことなさそうだもん、ゲームとか。まあ禁止やったからな。ええ、ゲーム禁止だったから、あのずっと、いつまでだろう、高校生ぐらいの。まあ、携帯もほぼいじっちゃいけなかったし。すごい、1日1時間って決まってた。え、それ何、家のルール、うん、家のルール。 すごい急にお嬢様エピソード出てくるよ。出てきた、出てきた、ほらほらほら、出てきたよ。ゲーム禁止ですわ。ゲーム禁止、とりあえずゲーム禁止のカップラーメン食べない。門限は、ね、大学3年生まで10時だった。あ、でも10時、いや早いよって。早くない？早いよ、めっちゃ。10時に帰る大学生なんていないよ。いないいない。そうか、終電よ、みんな。門限って本当に守るの？うん、黙ってどうすんの？だって門限の玄関の前立ってるもん。え、守らなかったらどうなの？守らなかったらもう遊びに行かせてもらえないと。例えば10時じゃ門限、9時58分とかに着いたことあって、うん、そうするともう立ってんの玄関の。そんなこともあったよ。もう今はないからね、いいですけど。なんか友達と遊ばないで、お母さんとお買い物してた。休みの日。ああ、いいね、それ。あと習い事行ってた、休みの日に。めっちゃなんか小言、うん、結構真面目な子供さんだったよね。なんか話聞いてると勉強もよくできて、うん、私頭良かったから、ね、勉強もできて習い事もちゃんとして、うん、期末テストってこうめくるやつだったよね。問題用紙と回答用紙が違うの、めっちゃむずいよあれ。だって一桁とか取ってたって。一桁、私高校生になって一桁取った初めて。一桁だってすごいな。5教科でさ150点いくかなみたいな。ええ、ちょっと待って。150よくて200何本ぐらい。マジか。なんでなんだろう、勉強してなかったのかな。
ノートだけ取ってたの。え、マジで小学校の時とか国語の授業とかでさ、じゃあここからここまで本読み読んでくれる人って言ったら、もう即座にもう手挙げてた。すごい。え、でも目立ちたがり屋って感じもする。別にそうなんだ。する、ね、目立ちたがり屋っていうか、自分のことすごい好き。何？いいことだと思う。なんか YouTube とか見てて、自分が面白いこと言ったとこだけすごい何回も見てたりする。ああ、それは面白いとは思われたい。面白いと思われたいんだ。関西人だから。うん、面白いって言われるのが一番好きかも。え、意外だったもん。え、じゃあなんて言われるのが一番いい？かわいい、かっこいい、面白い。すごいねって言われたい。おー、すごいね。すごいね。い、君世界一だねって言われたい。これからセナちゃんが喧嘩したらずっとすごいねって言って。喧嘩することある？ないね。この二人が。はい。好きな人取られたとかだったら喧嘩するかもしれない。私本当に好きな人一緒になったらどうする？この三人の誰かと誰かが。え、気まず。え、無理ない。それはもう相手に委ねるしかなくない？判断。好きになった人ってことでしょ？そう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 。まあそれはそうだよね。うん。それでもう負けたら負けを認める。絶対負けたくない。絶対負けたくない。でも根本的にタイプは違うから絶対ないって思うけど、まあね、怒り得た場合、うん、どうなるかってこと？うん、どうもなんない。やるだけで正々堂々戦うってこと？うん、怖そうだな、すなちゃん。どうすんのやろ。めっちゃバチバチになってそう。もうサミは多分途中で無理やって思うかも。もうなんかだんだん張り合うのめんどくさくなっていく。でも結局相手が誰が好きかっていうことだから、そう、どんだけ頑張ってもそうなんだよね。すげえ出しました。雑談だよこれ、ただの、うん、雑談になった。ごめんね、途中までマリオカートしてて。本当だよ。久しぶりにやったからちょっと楽しくなっちゃった。やるっていやるわけないじゃん。ね、本当にさ、こういうのが嫌なの。わかる？こういうのが嫌なの。自分だけ喧嘩が。喧嘩することある？ないね。ということで、今回は雑談の回でした。どこが使われるかわかりませんけど。さようなら。バイバイ。何の雑談だったね。We're gonna make it.